どうした？何を慌てている？陛下をお守りする皇宮騎士団たるもの、いかなる時も冷静沈着であれと教えているはずだ。それでいい。では報告を聞こう。魔法少女と反逆者たちか。外辺境に逃亡したと聞いていたが、何が？アケーディアか。七魔王の責務を放棄し姿をくらましていたあれが、なぜ侵入者と行動を共にすることになった？グラメ、やはり知っていたのか。何が？はえ、何も知らないよっと。案の定何もかも知っていたじゃないか。ああ、もうどいつもこいつも好き勝手しすぎだ。ルクスリアは言うことを聞かないし、グラは食べてばかりで、ディアはやる気ゼロ。アワリに至っては研究以外興味なしで、私の頼みを平気でスルーする。インビーだけはまともだと信じていたが、種に交われば赤くなるということか。少しは私の苦労だな。何、連中の愚かさを嘆いていただけだ。私のことはいい。案ずるべきは陛下のご心中だ。陛下に仕えるべき七魔王が旧敵である魔法少女に組みしたのだからな。いや、それは拙速だ。落ちたとはいえ七魔王、軽々に動くことはできん。おそらくはアワリティアも寝返るだろう。そうなれば七魔王のうち5人までもが魔法少女たちの戦力となるのだからな。いかに我が皇宮騎士団が勇猛果敢といえど、相応の被害を覚悟せねばならない。感化するのではなく泳がすだけだ。連中の狙いが陛下ならば、向かう先は一つしかない。陛下には私からご報告差し上げる。さぞやお嘆きになられるだろうがな。忠誠心、キャツらにはそれがなかっただけのことだ。だが私たちにはある。世が嘆くというか、世が何も知らぬと思うてか。全知であるこのファントムグリード・ベアトリスが、だがその思い違いこそが愛らしい。何も知らぬ赤子のごく無垢なる汝が愛おしい。この世に見えぬもの、聞こえぬものなどないというのに。陛下。何用だ、スペルビア。陛下のお耳に入れたいことがございます。少々お時間をいただけないでしょうか。ほう、世に聞かせたいことがあると。よかろう、話してみよう。はっ、希望の圏外に現れた魔法少女ですが、行方をくらましていた怠惰の王アケーディアを伴い、アワリティアと接触を図った模様にございます。陛下、なぜお笑いになられるのですか。これはすまぬ。あまりにもそなたが愛らしいものでな。お戯れを。
なぜ戯れと思うか。それは私のような戦うしか能のない者にはふさわしくないからです。それは過小評価が過ぎるというもの。だが武人にはそぐわぬ言であったが、許せ。いえ、私こそ陛下に抗弁するなど許されるものではございません。構わぬ。それよりも魔法少女への対応を聞かせよ。静観するようにと指示を出しております。七魔王の大半が組みしている以上やむを得ないかと。ほう、そなたらでは勝てぬ、そう申すのか。失礼ながら率直に申します。勝てぬわけではございませんが、被害が読めません。今は防備を固め、出方を伺うべきと愚心いたします。よかろう、対応はそなたに任せる。だがこれだけは忘れるな。世に反逆した者に同情することは許さん。かつての盟友であっても躊躇なく。処断せよ。はっ、七魔王最後の王として反逆者たちに裁きを下してみせましょう。この傲慢の王、スペルビア・ザ・プライドの刃を持って。そなたこそが誠の中心よ。時に一つ聞くのだが、そなたの妹にも同じことができるか。無論にございます。陛下に歯向かった挙句に出奔した不肖の妹、あの者が再び目の前に現れたなら、陛下の御前で首をはねてくれましょう。さすがは我が騎士よ。そなたの決意、世も嬉しく思うぞ。そのような過分なお言葉、恐悦至極にございます。では陛下、私は下がらせていただきます。うむ、そなたの働き期待しているぞ。は、失礼いたします。何も知らぬというのは幸せなことよ。そなたもそう思わんか。気づいていたか。世がそなたの匂いを忘れると思ってか。まるで犬のようだな、不義の女帝よ。不義の女帝とはよう言った。そなたこそよくぞ世の結界を破ったものよ。その代償がこれだ。おかげで裏切り者を朝夕破壊してやることもできん。そなたの大言壮語は変わらぬな。その上自ら世に殺されに来ると。まあ待て、私もお前を殺してやりたいところだが、ここは一つ再契約といかないか。ほう、面白い。そなたの話を聞いてやろう。そう来なくてはな。次回のマジカミは…どうし、エリサ、これを見たまえよ。この
のかぐわしい香り、まさかの松茸ですの？その通りだ、同志エリザ。我が輩は以前から食用媒体生物の研究を進めていてね、人間世界の菌類とのキメラを模索していたのだよ。その成果の一つがこの媒体生物、そう、名は食用キメラ98号としておこう。名前があれなのはさておき、味はどうですの？もう試してみたのでしょ？松茸料理は数多くありますけど、やはり香りを楽しむ炊き込みご飯か土瓶蒸しかしら。ぬぬ、やはり適切な調理方法があったか。その反応、生で丸かじりでもしましたわね。あ、いやはや面目もない。何分女子くんが不在の時だったものでね。生で丸かじり、どうしたのかね、どうしエリタ。あ、いえ、せっかくですから生で食べても美味しいものにできたらと思いまして。おお、それはいい発想じゃないか。調理なしで美味しく食べられるのであれば、小腹が空いた時に気軽に楽しめる。そう、その通りですわ。例えばキュウリを混ぜれば軽快な食感を、バナナを混ぜればねっとり感を楽しめますわよ。それはいいじゃないか、どうしエリさん。よし、早速いろいろと混ぜてみようか。幸いにも味見役はたくさんいますものね。とりあえず適当に混ぜてみましょう。次回第5章、原宿トワイライト。時に、どうしエリさん、これは人間世界で採取した植物なのだが、試しに混ぜてみるのはどうかね。この特徴的な葉、明らかにあれですわね。まあ大丈夫じゃないかしら、海外では合法。いいわけがないだろ、このマッドサイエンティストどもめ。